富士議事の姿勢は、航空機などにおいて、富士議事の衝撃に備えて乗客が取る姿勢。陸上、海上を問わず、緊急着陸が必要な場合には、客室乗務員が正しい姿勢を案内する。緊急着陸時の姿勢の冷国最適に統一された姿勢はなく、各国が、自国の航空当局の調査、ないし他国の調査結果をもとに、各々の姿勢を定めている。 ただし各国とも以下のような共通点がある。進行方向に向いた座席で腰回りにしかベルトがない場合は英国では1989年のブリティッシュミッドランド航空92便富士機事項受け民間航空局がホートルホワイティングストラクチャーズ社に委託しコンピューターシミュレーションを使った富士議事の姿勢の調査を行った。この調査にはノッティンガム大学及び 航空医療研究所も協力している。本調査では、ケグワースで得られた知見をもとに、進行方向向きの座席用の姿勢が細部にわたり研究された。最終調査結果は、英国の各航空会社に周知されている。英国の航空会社が採用している姿勢は、米国、等での採用例とはやや異なる。英国では、足と膝を揃えて、足をしっかりと地面につける。 この際足は膝より後ろに来るようにして、すねや足を前の席にぶつけて損傷してしまわないようにする。頭はできる限り前に出すようにし、前の席に届くようであれば、前の座席に頭を固定し、手は頭の後ろで重ねる。肘は頭を囲うようにする。こうすることで、衝突の衝撃で腕がバラバラになってしまったり、頭に物がぶつかるのを防ぐことができる。 また、頭の位置は、前の座席のなるべく低い位置に来るようし、荷棚から落ちてきた荷物で怪我を負わないようにする。米国の不時着時の姿勢も、英国とほぼ同じだが、手の位置が若干異なる。手は、頭の後ろではなく、前の座席の上部に持って行き、片方の手でもう片方の手首を握る。頭は、腕と腕の間に持っていく。前の席まで手が届かない場合には、 かかとを手で握るか、膝の下に手を回し、片方の前腕をもう片方の手で握るようにする。研究者の間では、富士着時に,時に頭がぶつかるであろう場所にあらかじめ頭を当てておくのが一番安全であるということで、意見の一致が見られる。こうすることで、着地時の頭への衝撃が最小限に抑えられる。頭部への損傷が激しいと、乗客が意識を失ってしまい、 着地後に機械へ脱出することが難しくなる。客室乗務員は乗務員用の補助席に座っているため、富士下地の姿勢も上記とは若干異なる。現在のところ客室乗務員向けの姿勢の研究はほとんどないが、各航空会社ともほぼ同様の姿勢を採用している。客室乗務員が進行方向後ろ向きに座っている場合には、 頭と背中をしっかりと座面に固定し、膝と足を揃えて、足は航空会社によって膝よりやや前か後ろに持ってくる。後ろに持ってくる場合は、トーズツーテールと呼ばれる。ヨーロッパ系の航空会社においては、手は重ねて頭の後部を抱えるようにし、肘をくっつける。この時腕で耳を隠してしまわないようにする。こうすることで顔への飛来物を腕で防ぐことができ。 かつ機内を見渡せ、何か指示があった場合に聞き取ることができる。一方、米国の FAA の調査では、後ろで組むと、首や脊椎に余分な負担をかけてしまうことが明らかになった。これを受け、米国の航空会社では乗務員に手のひらを床面に向けて座面に置き、その上に座るように指導することが多い。この他にも手で膝を握る方法や、 一方の腕でもう一方の腕を抱え込むようにする方法もある。進行方向前向きの座席の場合にも、基本的には、後ろ向きの時と同じ姿勢を取ることになるが、足は膝より後ろに持って行き、航空会社によっては顎を首に近づけて、ムチ打ち症を防ぐようにしている。この他に、客室乗務員向け第3の姿勢があり、乗用姿勢と呼ばれる。この姿勢は、 通常の離着陸の際に取る姿勢で不足の緊急事態の際に怪我を防ぎ必要に応じて即座に前述の完全な不時着時の姿勢に移れるようになっている。完全な姿勢との違いは乗用姿勢の場合腕を腹部のあたりで組むか手のひらを上にしてももの下に差し込む点である。乗用姿勢は1分間チェックの一環となっている。1分間チェックとは離着陸時に 客室乗務員が復唱する確認項目のことで、例えばドアの開け方、2番目に近い非常ドアの位置、今陸上を飛行中なのか海上を飛行中なのか、もしもの場合は何を指示するかとをのの確認する。1分間チェックを通じて、客室乗務員は離着陸時の自分の役割を確認し、緊急事態が発生した場合には、臨機応変かつ速やかに対処できるようにしている。 米国の航空会社では新たな姿勢を採用するところが多い。新しい座り方は手を膝の下に差し込まず膝の上に水平に置くようにする。手を膝の下に差し込んで置くと緊急着陸時に怪我を折ったり押しつぶされてしまう恐れがあるためである。乳幼児を膝に抱えている場合は一般にできる限り前日の姿勢に近い姿勢を取るようにした上で 子供の頭を保護するようにして抱えるのが良いとされる。英国では乳幼児用の専用ベルトをつけるようにしている。このベルトは保護者のベルトに取り付けるようになっている。一方、米国では FAA の規定で専用ベルトの使用は認められていない。これはベルトによって帰って乳幼児が怪我を負う可能性を高まってしまうと考えられているためである。 民間航空の早々機には乳幼児を壁際の床に寝かせるのが緊急着陸用の姿勢とされていた。この姿勢では乳幼児を保護できないため今日では採用されていない。乳幼児向けの最も安全な緊急着陸用の姿勢は公認の乳幼児用座席に座らせることである。緊急着陸用の姿勢に関しては様々な風雪のルフがされている。例えば、 緊急着陸用の姿勢は墜落した時に歯を保護し、身元の確認が取りやすいようにするためというものや、緊急着陸用の姿勢は、乗客の死亡率を上げ、保険会社が乗客の生存した場合の医療費を回避できるように、するためのものであるというものもある。しかし、実際には緊急着陸時の姿勢を取ることで、生存率が高まることが実証されている。飛行機が木にぶつかる寸前に、 乗客の一人が異変に気づき緊急着陸時の姿勢を取ったため、助かったという事例がある。他の乗客が全員眠りについている。際の出来事で、睡眠中だった乗客は全員死亡している。スカンジナビア航空751便富士期事故では、乗客全員が緊急着陸時用の姿勢をとっていたため助かったと言われている。2009年1月15日に起きた。 US Airways 1549便のいわゆるハドソン側の軌跡ではハドソン側に不時着するまで3分もなかったため、機長は衝撃に備えてくださいと指示しただけにとどまる一方、客室乗務員は身構えて、身構えて、頭を下げて、席を立たないで、と繰り返した。このため乗員、乗客155人は重傷を負わずに済んだ。 2012年ボーイング727型機墜落実験においても推奨されている姿勢が生存率を高めるのに最も効果的であるとされている。航空当局により富士議事用の姿勢を安全のしおりに乗せ機内で実演するように決められている国が多い。例えば、 英国民間航空局の1993年付認定航空会社向け通達やオーストラリア民間航空安全局の顔20.11等が挙げられる。富士議事要の姿勢は国際民間航空機構の定める基本考量の中には盛り込まれていない。前述のように自主的に乗客向けの案内を行わせる国が多い中、 米国連邦航空局では、国内便及び米国発着の国際便に対して、特に案内を義務付けていない。客室乗務員はあらかじめ緊急事態を判別できるよう訓練を受けている。危険を察知した場合には、ベンドオーバー、ステイダウン、ブレースフォーインパクト、ヘッツダウン、ステイダウン、ブレース、ブレース、ヘッツダウン、グラブユア,アンケルズ、等と叫ぶ。着地まで、 時間の余裕がある場合は、客室乗務員から乗客に向けて正しい姿勢の取り方を手短に説明する。着陸直前に、操縦室からあらかじめ決められた合図などのアナウンス、ないし、シートベルトサインを点滅させる等が送られるので、それを受けた客室乗務員は乗客に、ブレース、ブレース、ステイダウン、ゲットユアヘッズダウン、ステイダウン、等と叫ぶ。これは、 飛行機が完全に停止するか緊急脱出の指示が出るまで続けられる。各航空会社とも独自の文言を定めている。具体例としては2014年11月10日に Z スタージャパンの旅客機が関西国際空港に緊急着陸した際の機内の様子が乗客により YouTube 上で公開されているので参考になる。ありがとうございます。